久しぶりにマイ焼肉ランキング動きました。松国の焼肉屋リン、焼肉大好き女アコちゃんと行ってきました。スラミの刺身食べたことある人いる？お店で処理されている白千枚もうますぎた。焼肉屋さんの投稿するとどこからともなく肉屋さんですに気が現れ、動画見ただけで肉についてあだこうだ言うんですけど、今だかかってこい、もうどうもこうも言いようのない肉だ。厚切りタンなんかね、もうパッツンパッツンですよ。初めてタンが甘いと感じました。極上黒毛和牛贅沢5種盛り、特に忘れられないのがこの枕、二の腕うまかった。こんなに美味しい肉はもうほとんどわさびと塩だけで食べちゃいます。リンのこだわり小腸一本焼き、これはいい小腸とリンの秘伝のタレがないと実現できない味なんです。で、ね、うますぎてちょっと美味しいという説明しかできないです。お手上げすいません。締めにはプレミアユッケ丼を注文しました。 A5 ランクの黒毛和牛がもたらしてくれる幸せで涙がちょちょ切れそうになりました。やばい、毎日お昼ご飯食べたいでしょ。さっき丼食べたのにもうちょっとお肉が食べたくて肉寿司を注文しました。満腹のはずなのに何故箸が止められないのでしょうか。何故冷麺まで食べているのでしょうか。香り高いすだちがようやく肉にピリオドを打ってくれました。不動であったはずの私の焼肉ランキングが動いてしまった。